対外的なことね、つまり銀行との交渉ごと、あるいは官庁、公共事業なんかやる場合のその官庁、そういういろんなとこの一般的なね、パブリックな面での、そのまさかその女性社長なのがゆえの差別ってことはまさかないでしょ、なかったでしょ、そういう、なんていうか、不利、女性だったから、女性社長だったから、その何かちょっと、苦労なさったと、銀行関係あれば、そういう対外的なことおかげさまであまりごないざでいしませょ。んね。それはありそれませはんね。ね、なんかこの国ね、先ほどからまだ男社会だとかって、逆にね、この国は日本人ってとてもね、そういう点は逆に親切みたいなところはあるんじゃないでしょうかね。やはりね、銀行の頭取さんも帰って女性社長になる上に親切に対応してくれるとか、そのジェントリーででいらっししゃいょ。ます。ただ本当に突き詰めたところになったらどうか、そこまでの経験しておりませんのでね、どうかということは私もちょっと分かりませんけれども、そうでございますね、それはございませんでした。また民間の方も大変お目をかけていただいた方もいますし、最近よくこういろんなことを思い起こすと、確かに恨むべきこと、いじめられたこと、はめられたことをございますが、ご厚意いただいた方も多かったなということはね、大変感じますね。これはね、感謝のほかないです。ですから何とか続けられたっていうのは努力も多少はしたと思うんですが、これはうんとしか言いようございませんね。そして昭和52年ではまだあれでしょうけど、ここのところ10年ぐらい前ぐらいから、いわゆるコンピューターのものね、コンピューターによるそのいわゆる CAD/CAM での設計とかですね、あるいは管理、係数管理、そういうことはあれですか、かなり積極的にこそうのですね、IT を進めそうでございますね。やっぱりセミナーも行きましたし、やっぱり、私、技術者じゃありませんから、やれることって言ったら、本読んだり、時がどう流れていくか、やっぱり今更でございますが、歴史をやったっていうのは、過去はこうであった、未来はどうなるであろうか、やっぱり歴史は繰り返すっていうけど、今の雰囲気はこれが勝ったのこれに似てるんじゃないかとか、その程度のことしかやりませんので、やはりこれから世の中どう動くだろうかということに関しましては、いろいろセミナーを聞いたりして、これ面白いですね。当たる当たらないはともかく。そのね、佐々木さんの今の歴史の話ですけどね、いや、これ私もで、私もね、学生時代、中学から東京行きまして、東京ずっと行ったんですけど、算数0点、理科0点、物理0点、歴史はいつも100点だった。歴史ができた日本史も西ら、洋史もね。いや、それは好きだった。理数もできるんいですや、よ。それはダメなんだな。これ1たね、す1が2ってことは僕は分からない。それなぜか。相当なんか高度なんですね。いや、つまり、それを分かりたくないってことなのね。抵こ抗れしてはるわけ。ね、最初にそういう、最初の先生いや、に悪かった。いい人に巡り合ってらっしゃらないです。そうですね、算私数はもね。理科数学、そういう基本的なものは、最初にいい教師に巡り合って、思い切り叩き込まれるといいんですね。ああ、そうああいうの途中の過程を抜いちゃうと、この大変なんですよね。そそれれで、で今のね、歴史なしですけど、その歴史的に見てね、さっきの男女の、差の問題なんですけど、この日本という国と、それから欧米、例えばそういう差が少ないと言われてるスカンジナビア三国のような、そうああでいすうね、進んそうでるです、ところ、そうです、そうです。それからウーマンリブの運動からね、いわゆるフェミニズムの運動を全部やってきたアメリカの知的女性たちのあれと、それからイギリス、フランス、イタリアあたりの女性たち、それからこの大和、なでしこ、日本、これを歴史的に見たときにね、本当にこの国はまだまだ差別が、格差がある、直さなきゃいけないと思いますか。大いにあると思大いにありますか。います。大いにあると思いますし、直すといってもね、その直し方に今もそういうふうなことで大変力を入れてるとは思うんですが、直し方のメスの入れ方がちょっと違うんじゃないかなというふうな感じがしますよね。私はよく何回か人前で話した時にその話を出すんですが、ご存知でしょうか、
総派手ではないけど、あの島本久枝さんという、知らない、そうですか、河合水明という作家がいました、ね、河合水明昔の人で、その方の、まあ、奥さんというか、なんか非常に個性的に生きた明治の方で、で長い流れと書いて潮流という小説をね、戦時中あのコツコツと書いて、これはね友人に借りてね、ある説によります、そうあのポピュラーじゃないけど、あのそのノーベル賞にも匹敵すると言われたほど、ただそれほど感謝してます ね。その島本久枝さんが書いたあの明治の女性たちとい う、これ一冊でしょうか、これはあのまだ持っておりますけれども、文章は古いんですが、まあ、取り上げられたのはあの相馬国光さんとか、あとどんな方がいたでしょうね、あの井上流 の、 その家元の何とかさんっていう人とか、それは素晴らしい女性がいます。それで私はあの明治の女性っていうのは素晴らしいと思うんですよ、で、あの頃はあの女性はあの本当に虐げられていた、で相続権もなかったんですね、あの近畿三社と同じぐらいの扱いだった、であの子供だってたくさん産まなきゃならない、殿下もされていない、あの全部着物も手で洗って洗い張りをしてという、それでもあのそのちゃんとした女性と、人間的に立派な女性というのはちゃんと男性が認めてましたね、私はそれがあの素晴らしいと思うんで、だから私はあの女性が強くなるということは、権利を与えることでもない、あのなんていうのか、自らやっぱりあの磨いたら、私は男性は口で言うほど女性をあの軽蔑するものだというふうには思ってないんです、やっぱりね、あの人間として女として素晴らしい人はちゃんと一目置いていると、あれほどその男尊女卑の時代でもね、かえって今の方が陰で、女うるさいからしょうがないなっていうふうになってる、これはやっぱりあの女性も考えなきゃならないし、女子教育というものについても考えなきゃならないし、これはねどっかでかけ違ってると思うんですね、どこでしょうね、戦後でしょうか、そう思いますね、戦後の教育そのものが、今もう大いにその咎めが来てるでしょう、あの瀬戸内寂聴さんが、その戦後 の、 その占領政策かなんか知りませんけど、教育間違ってたと、でこれは今頃そのひどいでしょ、見てますと、これを取り戻すの50年かかりますよと、でその辺のところやはり心ある人たちはたくさんいるんでしょうけれども、ただやはり均等法は得て大いに結構ですが、だから女性が成長するにそれに甘えちゃいけませんよね、そう思います、でよく自分であまり買いませんが、病院でもって週刊誌とかありまして見ますけど、その女性週刊誌はひでいですねこれはもう女が言っていけませんけど、でそういうものにしか興味がないというのが、これは人間ですから、その男性だって相当のものを読みになるから必ずしも比較に値しないけれども、どうかなという難しいものを感じますね、ですからやはりどっかでもって女性も人間として地位の人に誠実である、自らもそのしっかりとそのに自分を磨く努力もする、人も愛する、そういうふうなものでないと、いけないんじゃないかと、男女ともいいんですけれどもね、そんなような感じがします。例えばね、私江戸時代のね、長屋の八さん九馬さんという時代のね、江戸時代はね、女の人がずっと威張ってましたよ、実際実験をその奥さん持ってんですよ、奥さんお母ちゃん可愛いですよ、財布全部持って、そうですそうです、やっぱり財布握ってないと強くないかもね、だからなんかね、私ね、このね、こんな風になってきたのは大正からあと、今本当極論言うと戦後のような気がするし、戦後明治、今おっしゃったようにね、とても素晴らしい女性がいっぱいいたわけで、それは男性も認めたわけでしょ、もう本当に大したものです、
このお話だけに絞って次やりたいんですけど、なんか話は肝心の建設業の話できませんでしたね。そんなことでとにかくおかげで、でもね、建設の今度はい、お子さんが社長で、はいはい、もうあれですか、はい、ただこう見てればいいわけ。そうでございますね。やっぱりこの不況ですので、うん、彼の邪魔をしないように、うん、やっぱりしばらく別の面で手伝っていきたいと思うのですから、今も、まあ、やっぱり私労働者上がりなんで、変な言い方ですけど、お給料をもらってるとその分は働かなきゃいけないって変な気配りがございましてね。でやっぱり大して実績上がってるかどうかわからないんですけれども、もうちょっと体力がつけ、はい、人はね、はい、完全にね、はい、いわゆる経済活動、ビジネス、はい、ビジネスからリタイアするときが来ますよね。そう思います。はい、それもその後ね、準備をしなきゃと思って。その後何をするか、ということをね、ある程度決めてます、はい。についていろんな夢があると思うんですけど。ございます。はい。遊んで暮らせる立場で。その話をね、はい、もまた次回。これはまだ企業秘密でございましてね。いろいろございますね。そうですよ、はい。私も実はね、はい、あと5年ぐらいしたら65歳になりますから、はい、その後何をするかということを、ね、今準備してるんですけど、どうしてもね、自分の好きなね、はい、そのどちらかというと文学的なというか、そっちの方へ、はい、行っちゃうんですけどね、はい、やっぱり物もお書きになるんですか。書いてます。そうでらっしゃいますよね、はい、私もちょっと書いて、そういうだからお茶の水のね、はい、私は文学部っていうふうに聞いたんですよ。文教、あの頃はね、あの頃は文学部というのはないんですか。文教育学部、文 教育学部史学科っていうんですね。長い。今またね、いろいろ変わりましたね。あ、そうですか。はい、制度は変わったようですけども、まあよくもう終わりましたけど、建設業界で口の悪いのが、おい、国際のマリコ社長はなんで社員を抑えてると思う、文学で抑えてるか。社内法なんかでこう、それは本当かもしれません。あんな劇を飛ばしたり、うん、いたしますから、と他にできないじゃありませんか。それはその通りですよね、はい、で、ぐそく見てます、それやりませんね、うん、でも私黙って見てますよ。それなりの抑え方で、やっていくんだろうと思っておりますけど、なんか話あちこち行ってすいません。ありがとうございました。行き届きませんね。今の、ね、最後の次回、はいはい、別にいつでもいいんですけど、ありがとうございます。この続きをぜひ私の方からまたご案内、メールでも出します。教育問題は、教育ね、男女問題、はいはい、それからリタイア後人はどう生きるべきか、3つ、テーマ3つね。そう、私はリタイア、自分の理想とか自分の夢とかね、人はやっぱり生涯現役であるべきだと。その今の仕事を続けるかどうかは 別ですよ。別で、ね、でも何らかの形でもって何かしたいじゃないですか。社会参加、健康が許せば ね、健康とこっちがまともであればね、商工ボランティア風のことになるかもしれないけど、したい。そうでございますね、はい、特にここまで生きさせていただいて、滅びずに来れたことに対する、うん、感謝の念で、うんうん、今までの失敗談、で女であるがゆえにここでしまった、誰もこの経験はしてないだろうというふうなことは社会にお返ししなければな、思いますね。ちゃんと記録に残したいですね。ところがね、そう思ってるんですが、なんと忘れるんですよ。それが特にね、最近ある人に、社長時代はね、本当に眠れませんでした。ちょっとメモしとけばいいじゃないですか。いや、それで全部覚えてました。怨念として、あ、こんちくしょう、あんちくしょう、こんな思いしてって、もう詰めといておりました。で、今私がもし死んだらね、顔にね、恨みという字がね、突然と浮き出るだろうというほどありました、いろいろ。ところが会長になったから楽でもないし、毎日朝から晩までなんかガタガタしておりますけど、不思議とその怨念が消えたと。で、これはいいことか悪いことかと思ってるんですけどね。いいことでしょう。そうでしょうか。自分には楽です。でも人は人を許すんですよ、はい、そう思います、そう思います、そう思います。今日はどうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。おしゃべりしてました、すみません。次回よろしくお願いします。いやいや、もう本当にお恥ずかしいございます。失礼いたしました。山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。